帰れ。近づくな。ミドラーの館。狂気に近づくな。おお、なんか綺麗ですね、ここ。小林帰れって言われてるよ。それはそうだよ、多分。お前みたいなやつが、お前みたいな赤いやつが来たら帰れって言われるよな、そりゃ。いや、ちょっと、祝福だけ使わせてもらったらいいから。うん、館の広間。広間汚れてるっすね。この絵とかなんすか？昔は綺麗なとこだったんすね、ここ。手入れとかされないうちにこんなになっちゃったんすか？あなた、館の主ですか？こんにちは。ようこそ、招かれざる お客様。どうか、我が主、ミドラーの警告をお聞き入れください。狂気に近づかぬことです。一体何の話だよ。狂気とは一体何のことなのか。まあ、こっちだろうな、行けるとしたら。こちらから開かねえじゃねえか。おい、狂気に触れるためにはどこから入ったらいいんだよ、これ。あれ、入り口他になくない？上にでも何か通路っぽいのがありそう。そこも怪しい。だいたいこういう時は、おい、舐めるんじゃねえよ、この小林よ。俺の嗅覚がビンビン来てんだよ、こういうところは。わあ、ツノンチュだ。ツノンチュさんだ。おい、ツノンチュやろうや。俺たち、肩。ツノンチュさん、待ってください。ツノンチュさん、止まってください。これで止まらないんだよ、こいつは。危ない。危ない。危ない。くそー。かてー。おいおいおい、こいつ、外まで出てくんのかよ。それ、なしだろ、お前。外まで追いかけてくんなよ、こいつ。それ、反則だろ。おい。帰れ！よーし、帰ったな。さすがにこの距離まで逃げてきたら、そりゃ帰るよな、持ち場に。おい、体力そのままだろうな、お前。逃げてんじゃねえぞ、この野郎。逃げてたのはどっちかっていうと小林の方なんだよな。おい、まったくよ。おい、チキンがよ、かかってこいよ、この野郎。おい、てめえ次の順位で終わりだかんな、よ。こいつマジで勝て。本当にふざけないでほしい。8000ルーンくれればいいっていう問題じゃないんだぞ、本当に。あそこになんか集会やってんな。おい、皆さんこれ何オフ会ですか？捨てられた日記、ちょっと読んでみるか。おい、皆さん何のオフ会ですかこれ？ダイナマイト小林アンチオフ会とかじゃないでしょうね。おい、アンチじゃねえか、やっぱり。小林アンチか。おい、小林アンチ、小林信者をいじめるな。小林信者をいじめるな。大丈夫か、小林信者。おう、もう安心してダイナマイトチャンネル見ていいからな、お前は。じゃ、ちょっと日記読むか。インベントリー、日記。破り捨てられた日記のページに震える文字が綴られている。俺は一度だけ奴に触れた。奴の杖が、目の前に突きつけられたその時に、それを払いのけた。そして俺は触れざる翁に確かに触れたんだ。なるほど。杖だったら触れるっていうお話なんかな。あと、これは膨れたぶどう。内側から膨れ上がった狂い火の瞳。これ瞳なんだ。脳みそかと思った。稀にしか見ることができない。やばいですね。アイテム生成素材なんだ。こんなん使って何生成すんだよ。まったくよ。じゃあこれもらって、また膨れたぶどうだ。なんか作れるのかな？狂い火ズボが作れるようになってんだね。小林死んじゃよ、強く生きろ。赤が出たらラッキーだ。あー、まあオレンジだ。中吉ぐらいだ。赤はダイナマイト小林の色。赤が出たらラッキーだったんだけどな。まあ信者に俺は石を配ることしかできない。お、ここはなんだ。おー、食事をしていた部屋とかじゃないか、ここは。おいおい、ダイナマイト小林がやってきたぞ。おい、アンチどもか。やばい、クルイビのクルイビのエフェクトがめちゃくちゃ出てる。誰だ。いや、なんだ。なんかすごい飛んできたけど。よくわかんねえところか。おい、アンチども、黙れ。邪魔をするな、このダイナマイト小林の。すごい、クルイビ脇ゾーンがある。クルイビ無限脇ゾーンがあるんだけど。何あれ。おいおいおい、恐ろしいな。ここは。何がどうなっちまってんだよ。この野郎。この炎は熱いか。お、荒ぶってんね。熱いか、ちょっと触れてみてくれよ、小林。入れねえよ。てか、俺を犠牲にする、しようとするんじゃないよ、相手選手君。クルイビ噴出エリアどこだ？どこから、どこからクルイビが、なんか上から、上
上の人だ、あいつか。おお、あの野郎がなんか投げ込んでやがるな。あ、やべえ、べえ、マジべえ。あいつ関わんないのが一番いい。友達になろう、友達になろうぜ。うわ、徘徊してんよ。ちょっと上のエリア行ったんだけど、上、いや大丈夫や、こいつは多分巡回してるだけの人。そうだろう、よし、巡回おじさんだ。こいつの巡回の邪魔をしなければ多分大丈夫だ。うわー、待ってください。いや、待て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 、ちょっと待て、お前、おい、あっち行け、この野郎。おい、なんだこの野郎、お前信者なのか反者なのかどっちなんだよ。俺に抱きつきやがってよ。ホモかよこいつ。あ、これ、このレーバーをガチャリンコしたら一体何がどうなってしまうんですか。一体何が、どっか道ができた、隠し通路みたいの開いてない、どこから、どこに。やばい、バレちゃった、いてぇ。まあ、ここだ絶対。絶対ここだよ小林。あばよ、お前上から大砲で撃ってやるよ。あいつ上に登ってくるっていう脳みそねえだろあいつには。いや、ここ、おい、ここちょっと突き上げてくるのなしだろお前。おい、まったくよ、あいつふざけやがって、なんてふざけた真似してくれやがる。影の血のルーン、おい、アンチばっかじゃねえか、いてえ、クソだる、あいつ。ふざけんなよ、下から突き上げてきやがってよ。お前もアンチか。アンチを生かしておくわけにはいかない。お前はなんだ、聞いてやろう話を。やめてくれ、もうたくさんだ、俺たちは同胞だろ。だのに、なぜこんなひどい仕打ちを。ミドラ様が何したってんだ。おい、俺たちはみんな YouTube が好きな友達同士じゃねえのか、みんな同士だろ。なぜ俺のチャンネルにだけアンチになるんだお前。お前らダイナマイトチャンネルのアンチにならないでくれ。まあ、小林のチャンネルはアンチになってもおかしくないよ。おい、お前さっき上でなんかやってたよな。おい、ポイ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 投げ込みやがってよ。いて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 、あっちにアイテムなくない？ある。じゃあこのアイテムもしっかり回収して、一応回復入れて、じゃあまだ上に道が続いてるみたいだからな、上は見ておくとするか。どれどれ、うわー、これもう普通の人間が進むスペースじゃないよこれ。どっかから攻撃されるだろこれ、しかも。絶対攻撃されて落ちる気がするんですが、これなんか本棚に、下の本棚に飛び乗ることによって行ける道とかがありそうっちゃありそうだけど、なさそうっちゃなさそう。もうジャンプで入らなきゃいけないエリアだ小林これ。よいしょ、お邪魔。おお、みんな随分元気そうじゃないか。おいおいおい、俺は餌じゃないぞこいつら。ったく、元気なネズミどもだ。おい、ネズミ狩りの夜でおとなしくしやがれ。よし、なんてしぶてえ野郎だもんな。そこの穴落ちるとめんどくさそうだから、あ、でもなんかシャンデリアの上乗ったらいいこと起こる。成功して手に入れた。こいつ、ひるまね、このネズミ、ひるめを切られてんだから、なぜひるまんこいつ。ほら、最後は出血フィニッシュ。おい、この野郎、ちょっとここは暗いな、愛の選手権。やはりこれを出すしかないな。明るいネズミ、本当にその通りだよ。ネズミ以外の表現ができないぐらいな感じだよ。ここ最初に小林信者を助けた部屋の真上だな。小林が投げたあのオレンジの石あるもんな、あそこに。なるほど、そういう位置関係になっていたのか。なるほどなるほど、納得だよ。ということは、ここは最初に歩いてた通路の真上という感じですね。お、祝福は、は？誰？誰？誰の声？今のドラえもんみたいなの。観察ポイントとはな。だからよく見ろ。どういうこと？あ、ほんとだ。誰かいるな。なんだろうな、あれ。なんか、剣を上に掲げてなんかやってそうな感じしてるな。あそこがボス部屋っぽいな。あれがミドラーとかいうやつなんじゃないのか？なんかクソ間抜けな声で叫んでたやついんな、小林みたいに。誰が間抜けだ、愛の選手権。ミドラーの書庫。お、ミドラー本読みすぎだろ、おい。絶対積んでただろ、この本。全部読めるわけねえよ、こんなの。人生かけたって。
あ、もうなんだよこの野郎。危な、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 何されてます。光ってるだけだ。お前、お前と一緒だ小林。光ってるだけ。光ってるだけだと俺は照らしてんだよ。このすべてのすべてのな、小林ファンの視聴者たちを俺は照らしてんだよ。こっちへ行く意味、まあでも行けるんだから意味はあるだろう。アイテムが取れるっていう感じだね。そっち飛び乗ってもアイテムが取れるっていう感じになってるね。あとは飛び乗れるところは結構、飛び乗れるところだけで言ったらいろいろありそうで、あっちに飛び乗るわけよ。危ねえ小林。ギリギリや影の血のルーン。あとは本当はあっちに飛び乗らなきゃいけなかったやつかもしれねえ。いや、ちょっとこの下もいろいろ見てみるか。おい、あ、待って、裏にいる。裏にいるけど、まず、お前殺す。俺、お前、殺す。やばい、めちゃくちゃいるじゃねえか、この野郎。よし、よし。裏に部屋もあるし。よい、よい、よい。よいしょ、オッケー。こっちの部屋は？あ、反対側しか開か、からしか開かないみたいなやつだろ、これ。祝福ある部屋に。戻ってこれるんじゃないの？はい、戻ってこれた。お、これは？あ、ロード画面で見たやつだ。ロード画面の人だ。この先ローリングがある。嘘だろ。この先隠し道、嘘だろ。いや、多分ないぞ。はない。あっちの絵が隠し道だったから。本当にある。本当にあるじゃないか。おい、俺の負けだよ。お前ら。俺の負け。完全なる俺の負けだったな、それは。そういうことをされたらもう俺の負けなんだよ。完全に負けだな。絵は攻撃した方がいいんだ。やられた、やられた。いや、そう、まあ、完全に俺のことを騙しに来てると思っていたが、これで、あ、行けるようになるんだ。行けなかったところが、ギミックが、おお、繋がるっちゅうわけ。あ、でも下のアイテム取ってね。あれ取ってからだ。ほら、あ、でも奥にもさ、まだ道あるで。膨れたブドウ。ブドウ畑だ、ここは。あー、こっちから横へ行くこともできる。なるほど。あー、上から俺を攻撃してきた、うぜえ。うぜえやつらか。あとデブ、あー、デブー、この野郎。やりやがったな、あのデブ。絶対に許さん、あのデブ。あのデブ、確かバクスタが取れたはずだから。バックスタ取りに行くぞ、俺は。おい、デブどこ行った？あ、デブ落ちたんじゃねえか、おい。おい、デブ、俺、お前を絶対に許さん。どう行って空中で迎撃されたか、小林。このデブ、おい、この野郎、お前、絶対バックスタ取ってやるからな。いいぞ、小林。このデブ、勝った、デブ。デブ勝った。ほら、終わりだ、デブ。デブへの復讐。え、礼拝落とすんだ。このデブ倒した方がいいんだな。いや、こういうモブ結構スルーしてそう。倒したら何かくれるけどみたいなモブ結構スルーしてそうです。あれ、こっち正規ルートだったりする？なあ、ほな。お前、お前はどこにいるんだ。やばいやばいやばい、裏から攻撃されてる。正規ルートなんかな。あっちのジャンピングエリア先に見といた方がいい可能性はあるな。やばい、横から来てる、小林。危ない。もう一発ぐらい攻撃を入れてしまえばよかった。この野郎、この夜の爪は長いんだよ、リーチが。舐めてもらっちゃ困るぜ。直剣のように触れる鍵爪だ。お、また祝福があるね。ここは一旦灯すだけにしとこう。一旦灯すだけにして、あっちは、この下は何じゃ？トーで、これ拾って、あ、礼拝がいっぱいある。これも降りて平気？どこにたどり着いたんですか？あ、さっきの部屋か。隠し扉のところっぽいね。それじゃあ、レバー動かして、行けるようになった方を見ておく？あっちはなんじゃらほい。アイテムがあるだけなんじゃねえのかよ、こっちは結局。わからないが、お、なんか、ジジイみたいな。あ、やばい、飛ぶんだ、ここは。まあ、ジャンプが必要なゾーンだったな。わ、繋がってるように見えて繋がっていないんです。おーい、大丈夫？お前、どうしたのこれ。これ、お前誰だよ、お前。
七夜の明かり。誰？七夜って。七夜式？わー、松明なんだ。へえ、なるほど。発狂の状態以上蓄積する効果がついてるな。矮小な背骨の先に消えかけの狂い火を灯した松明。やば。古い時代、遠い場所で生まれた、狂い火の王に、王のなり損ない。その慣れの果ては、七夜にそっと、抱かれていた。弱き王の狂い火専用戦技。よし、ちょっと見てみよう。明るさチェック。はい。これだね。すごい。うわ、背骨だ。背骨に狂い火ついてるよ、小林。小林は狂い火が結構似合ってしまうという。王に向いてないタイプですよね。いや、でも結構明るく照らせるな、これ。よーし、じゃあさっきの、祝福の部屋まで、これで、戻ってこれましたと。で、ここが2階の小部屋でしょ？あとどれだけ祝福があるのか。は？あ、見えてたとこじゃん。もうボス前じゃねこれ。おい、どうしたどうしたどうした。おいおい、そんな叫んじゃってさ。なんだなんだなんだ。死に物どもが。は？やめやめやめ、なんだなんだ。うわー、やめろー。うわ、なんだよお前。ふざけんなよお前。なんだよこれ。おい、小林ファンかお前。小林アンチだろあれ。どっちかって言ったら多分アンチだろあれ。やばいなお前。おい、小林からかうなって。何刺さってんのお前。やばいやばいやばい。何が刺さってんだよこいつ。こいつ倒したらなんか出てくるだろ。こいつ倒したら本番始まるだろ。おい、じゃあ送ってやるよ地獄に。あぶね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 。発狂するわ。これやろう。やばい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 。おい、俺仲間だよ、ほら。ほら、見て、クルイビ。おい、仲間だって言ってんだろ、この野郎、おい。ほら、ほらほらほら、クルイビには、クルイビぶつけんだよ。全然狂わねえじゃねえか、お前。この野郎。じゃあ死ね。よし。これでボス出てくるか。これでどうなる？え、死んだわ。あーし、殺したら始まるのか、物語が。どうなってんだよ。何がどう刺さってるんだよ、こいつ。やべえな。小林、やばいことしちゃったんじゃないの、これ。なんなんだよ、このじじ。もう。もういいだろう。ダメだ、アンチは徹底的に叩くと決めている。もういいだろう。え？え、グロ、こいつ。グロ。ちょ、宮崎、何これ。お前の考えはいつも分かんない。許しておくれ。七夜。じいちゃん、じいちゃん、何やってんの。頭取れちゃうよ、じいちゃん。何が始まろうってんだよ、これ。おい、こんなとこ来るんじゃなかったよ。狂気が過ぎるって。じいちゃん首取れちまったんじゃないか、あれ。だからみんな首なかったのか、入り口の人たち。ほら、あいつ首なくなっちゃったよ。あー、狂い火の人だ。狂い火の人ちょっと狂いすぎてんよ、あまりにも。わし大変なことになっちゃったよ。アイド選手、これちょっとまずいかもしれねえな。もう、狂い火の王が誕生してるって、ここに。メリナ来て、メリナ。大変なことになってるから。おいおい、Y のポーズ取ってるよ、小林。狂い火の王、ミドラ。ミドラさん、まずい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 。おいおい、来る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 。来るって、それマジやめろ、ほんとに。これ突っ込んだ方がいいか。突っ込んで、あんま食らわんな。ミドラ。うわ、くそ。何がいいダメージ効率になるか。まずは普通なんじゃない？やっぱそうだね。まずは普通で、ここからなんだよ。ほら、喋ってる場合じゃねえだろ、お前この野郎。まずは、このちっぽけな、ジジイを、ひたぶった後だよ。で、ここでカニ食っとく。よし。で、カニ食った後なのよ。で、ここから始まるから、よいしょ。ほら、もうクレミとか気にしてらんねえんだよ、これ。で、多分コケを多分使ってった方がいいのかもしれんが、痛すぎ。
ちょっと様子見、なんだなんだなんだ、あんまり打撃効かなそうだな。あいつの動きを見て、いやー、いくらとらしてる。マックスさんいらしてたんですね。鍵爪でいいかもしれん説はある。正直切って、前前前前、出血するかな。もう散々血流してたからな。出血しない説はあるよな。で前なんで、ここか、こういうところで出血しなさそうだけど、鍵爪の方がワンチャンやりやすいか。おいほい、やばい、これ避けて避けて飲む、避けて飲む。おお、なんとかなれ。ちょっとずつや、ちょっとずつ削っていくのが一番良さそう。あ、突き攻撃いって。まあまあまあ、これの繰り返しか。よく見る、基本前ロリでいい気はする。1,2 攻撃ロリロリ、1度目ぐらいがいいか。あー、 HP6 割切ったら何かしてくるパターン来た。おい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 、狂い身にまみれちゃったよ、危なすぎ。なるほどね、 HP6 割を切ったらお前そういうことしてくるの。炎やばい、狂いにまとわれるのやばいな、やばい。死ぬくらー、小林ぶっ刺されていく。やばすぎ、やばい、くるっちゃくるっちゃ、あー小林まずい、あーまずい、危ない危ない危ない、なんとかなっていく、なんとかなっていく、耐えろ小林、なんとか耐えろ、なんとか一旦耐えろ、耐えて立て直すんや小林。一回回復したい、これ前へ行きたい、行きたい、前に行きたい。ほらほら、いや、そのタイミング、リレーがね、地味にうざいっすね。こいつのリレー地味にうざいっすね。あ、でも分かればいけそうなタイプではあるね。なんかあれに似てるかも、ラダゴン。感覚としてはラダゴンに似てるな。ラダゴン、ラダゴンを思い出して、このリレーのタイミングさえ覚えられれば倒せそうではあるな、ヒドラーちゃん。あ、いけそういけそう。基本は前乗りだ、ラダゴンだ、ラダゴン戦。モーション覚えれば OK や、モーション覚えれば OK なんです。よし、ナイス。ただこれ食らうと非常にまずいね。あ、もうないないけど、いけそう、いけそうだね小林くん。あ、やべ、これ行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ、いける。スタミナない、スタミナない、スタミナがない、スタミナないので注意して。小林、いけそう、いけそうじゃない、なんかいけそう。あー、くそ、そういう感じか。あれ、でもいけそうじゃない、全然いけそうで。くさ、さあ行くぜミドラ、まず一発入れてめちゃくちゃローリングしとけば大丈夫。あとはラッシュ仕掛けて一気に出血させる、いいじゃねえか。やっぱこれよ、やばい小林見ろ。よく動きを見て、ラッシュ3発、3発限界だな。スタミナがない、スタミナがなくなると非常によろしくない。えいで、カニを重ね掛けもうしておく、余裕がなくならないうちにだ。よし、いや、ディレイうざい、ディレイうざい、くっそ、だる。よし、もうちょいや小林。あ、これまずい、おー、ナイス回転。くそ、いつ攻撃してくるかわからんけど、よし、これもういけ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 、わからんから、わからんけど飛んだらいいかもしれない。もうなんとかなってない、なんとかなってないよ愛の選手権。うお、だるい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 。で、これ多分前で、前いいよ小林、またラッシュとかさ仕掛けちゃって、だるいだるい、いやわかんない、いつ来るのか。一回回復しよう、オッケー、回復すればね全然オッケーなんです。くそ、どこだこの野郎、おい、よし、落ち着け落ち着け小林、落ち着け、落ち着けばどうでもなる、また出血させてやればいい。出血パラダイスでいい、よいよい、オッケー、今だ、叩き込め、出血の嵐だ、よいしょ、オッケー、一回回復入れよう、一回回復でカニ食いたいけど、あー、くそー、くそー。いやー、でもいけるんだよ、全然いける、エストも10あるし、ほら、いけいけ、小林いけいけ、行くんだお前は、行くしかない。アイロン選手権、私に力を、あー小林、共に行こう、もうちょい、あとワン、あ、やべ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 、一回回復、一回回復入れて、あと1出血ぐらい取れれば
いけると思うんですけれども、いいよ小林、ここからなんかすごいことになる。これまずい、これまずいことになる。小林逃げろー。一回果肉を入ろうとして、よし突っ込め。これ何かわかんない。まずふざけんなよそれ、本当にマジでふざけんなこいつ、だる。一回コケ食って回復、出血しろやこの野郎。落ち着け小林、落ち着け、落ち着け小林。これ一回離れて出血しやがれ。もう押せ小林、押せゴリ押し良くない、ゴリ押しダメ絶対。小林危ない、なぜ生きてるわからんが行くしかない。おいもう終われ、この野郎。おいやったー、倒しました。小林やってくれました。おい、ついにクルミの王倒しちまったよ。ま、俺はエルデの王だからな。こいつマジでだるかったな。発狂がだるかった。いやー、発狂ってやっぱ悪い文明だよなこれ。ま、何やともあれだ。よーし、忠告を聞かずにここまでやってきた男です。対話室対話なかったか。あいつとの対話特になかったかな。